ママちゃんうまいね。ポンスポン抜いてくるよね。ちっちゃいなそれも。カサゴ仕掛け見せて。さっきからなんかもうカブトいびつ。虫ヘッドしてたんですよずっと、でなんかあカワハギいるって聞いたんで、すぐこのカワハギ用の針を。なるほどね。虫ヘッドっていうかなんか、え、メバル、ベラ、アラカブか。それ何の竿ですか。テニアザオです。テニアザオ、わあなんかヨミオさんみたいな仕掛けですよそれ。文鎮釣り変わった釣り方しようよ、いろいろもうおかしくなってきようよ、みんなが釣り方がおかしいもん。まあまあまあ確かにね。ゴルフパックアンロッドテスト調校どうですか。うん、次会う時は完成しようかもしれんよ。あとは大物に耐えれるかどうかやんね。耐えれるよね。鉄やけんね。あ、好き結構そういうの。どしっとしたの。食いやるぞ。こっちは味が強いじゃないですか。ちっちゃいですね味が。泳がせ仕掛けしたいけど、泳がせの仕掛けしたいけど、ロッドが足りんのと、いつヒラマサが来るか分かんないんで、できません。ですよね。全然釣りせん人がいる一人。さあ今だって言うときに何ですよ。来ましたね、カワハギ。カワハギ来たらやっぱ活性がいいんじゃないですか。終わるとき、潮が終わるとき。あ、ママちゃんがまたひたすらカワハギ狙っております。おお、いい引きしてるね、ママちゃん。おお、違うのが来た。何何何、おお、取れた。よかった、北枕。コロッといったよ。いやでもね、なんか北枕誰かが釣ってからね、えらいなんか勢いづいてる人がおるとって、はい、ねえ、北枕をバカにできんちゃんね。ロッドが一番難しいぞ。アクアマンジに来たぞ。ベラっぽいな。ベラっぽいカサゴやね。始まったぞ。44平米のインチキ釣り。何釣りでしたそれ。文鎮釣りか。クワさんが寄せたやつを。さあ始まったぞ。ネコババ情報文鎮釣り。44平の文鎮釣り。お、ギズの差。アジやね。あ、ベラから始まる。おー、かわいい、やったね。ちっちゃいやつあるからいいっす。それリリースセント持って帰る。もう食べます。ヒラマサにくるんで食べたら。今日のベラ上手ですよ、餌取りが。団子巻いたら人間が近づいてきよう。もうアジゴはすごいフィーバーですね。お、ウマヅラや。すごい、座長すごい、ウマヅラ釣った。座長がウマヅラ釣った。白身魚フライってあるよね。あ、あるある、ありますね。大きく見えますか。ウマヅラとか珍しいですからこっちの方では。はい、来たよ。ヒラマサやない、ヒラマサやない。うわ、カワハギちっちゃいね。ちっちゃいね。もう443に戻ったね。ちっちゃい、ちっちゃい。持って帰るんですか。食べます、食べます。ちっちゃい、かわいい。みんなバラバラの釣りするけん釣り竿全然ないもん。カーベラカサゴですよ、カサゴ。そういえば443イラ釣ってないですよね。イラ釣りたいんです。ヒラマスどっち釣りたいですか。もう今はイラです。もう入る隙間がないよ。ああ、マンジ来た、マンジ来た。笑いながら来とるやん。どう、巻き心地どう。2匹来とるん。あ、カワハギがついてきよった。うわ、昼間にゴンズイ。うわ、すごい、ゴルフパック感すごい。いいね、やっぱこの銀色に寄ってきよっちゃない。銀色かな、キラキラしとるけんかな。そう、もう防波堤占領されとるよ。一番釣れるところ。チャブ台は、チャブ台今日チャブ台ないのこれ。お、お、また来たな。おー、でっかー。何、カワハギ。うお、でっかー。持ってる男はちゅう。うわ、でっかい。それそれでかくないです。うお、でっかい。うわー、すごすぎる。綺麗やし、これ見えとるやつだったですか。いやいや、一番ボトムです。あ、ボトムですか。うわー、でかい。やっぱすごい性能、文鎮釣り。すごいっすね、これ。はあ、これでかいっすよ。過去最高やないですか、443からしてみたら。それ多分5000円の域ですよ、居酒屋で言ったら。
これめっちゃ美味しいですよ。厚みもねえ、堤防が似合っとるもん。堤防にやっと慣れてきましたね。座長がね、多分料理作ってくれる持ち方アイアンクローみたいな。これね、こう持っとるやろ、締めようとこうしよう。もう座長一人でから話盛り上げすぎうぃー、おーラカブ、ラカブ、あラカブまた、うん、ちょっと待って、近っ端ちっちゃいのに大げさにするのやめてもらっていいですか。さっきご飯食べたでしょ食べよう暇やらないですよ。なに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 、うわうわ北枕でっかそれその後フィーバー、歯がすごいですね。すごい、なんこれ。だってね、これでね、多分この1匹で1万人の殺傷能力。はい、嘘ありがとうございます。ほら、追悼の見て、追悼の見て、オーバーリアクション追悼。ほら、ちっちゃい。なんで、なして、すっごい赤いですねそれ、わざと僕呼びようでしょ。ちょちょちょ、なになになに、ドラグが弱いっちゃろ、ママちゃん。おお、叩きよ叩きよ、サンバソウ。なななうわ、また来たね。やっぱ叩くね、サンバソウ。いやいや、石ない。それは認めりよ、サンバソウって。おお、またオーバーリアクション。で、ベラやんね、今度。あ、黒かもしれない。あらかぶ。おー。嘘、潜った？潜るの出てきた？うわ、すごい、この曲がり。ガイド必要でしょ。ガイド必要、ね、1本2個ぐらい必要じゃない。真ん中と、そうね、ズボッとこうもんね、うん、ピン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 。おー、来とうや来とうや。あ、でも味っぽいね。味じゃない、根元に行った。あれに入る、あー、朝ごっか、やっぱりおかしな堤防になって、みんな肩を並べて本当団子状態やないですか、それ。あの光景いいよね。でかごな、おもしい愛媛さんや。あ、ごめんなさい、いやいや、手をパタパタしてた、ママちゃんのこと全部取っていく頭叩きようと思う。うわ、でっか、その虫愛媛は標準です、これは。マジですか。いや、これ標準よね、これね。標準、標準。おお、ちょっと来た、また オーバーやないと。カワギ、うわ、カワギや。おお、おお、でっか、でっか、それもでか、うん、おお、すげーでっか。ヨヨさん、あそこカメラ回しておき、あっちに持ってってから来てきて、どこで余裕だぜ、イエス。でかでか、お、来た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 、どん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 来る。おお、すごいすごい。なんなんだこれ、気持ち悪い。みんなベラでしょ。はい、ベラ。はい、そっちは。おお、石だ石だ石だ。すごい。すごい。ちょっとママちゃん、あそこにもう強く振ってきて。これは石だ。それ石だ。やった。え？それ石だ。石だ。石だ。石だよ。やった石だ。やりましたじゃーん。エビも取られたけどなんで文句言うと、なんで楽しい、これはマンゴータンの1匹とか知りたいですね。おおおおよし、おお、来た来た、座長来たぞ、座長来た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 。おお、大きい。わあ、でっかいでっかいでっかい、登ってきたね今ね。わあ、やった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 、こっち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 、ほらでかい、もう旬よね。わあ、バリでかい、よかったよ、よかったよ、すごい仕掛け見つけてよかったよ。これ穴を見つけたらいいんじゃないのこれこれすごいね、でかいよ、また。はあ、顔の大きさと変わらんの。そう、ほんと魚が大きいのか座長がちっちゃいのかよくわからなくなってきたね。嬉しい、ありがとうございます。ようこそ。ラカブ、
アラカブパラダイスになってきようね。おかしいんじゃないですか。もうなんか三三並び拍子みたいに聞こえますよ。なんかみんなの声が。おお、これいいんじゃない。僕のこれ。うわ、カワハギやないと。ハギったー。やったー。やったよ。ハギったよ。僕も。ハギってない人誰？全員ハギっとる。みんなハギった。マンジさんだけ。あ、マンジさんだけ。マックラッシュしかさせてない。マックラッシュおじさんとってやろ。ありがとう。最終ホール。いいよ。今日もテストやけん。穂先のしなりもいい？合わせも。わあ、ベラだベラだ。ベラに始まりベラに終わる。わあ、これも一部やけんね。今日はすごいね。すごいよ。釣りすぎ。あのカワハギでかすごい、やっぱり大きいね。え、大きいね。それが一番邪魔っちゃうもん。全然帰る気はないですね。まだ釣りよ。座長帰るよ。もう楽しい。まんじさんほら帰るよ。これから何種ずつ次は。アジング。ママちゃん帰るよ。仕掛け焼肉食いくってよ。あ、本当ですか。マンゴー厚切り牛タン。ザスルザスルタ。ほらほら、お、すごい。これ何の仕掛け。座長、これはアジングエビ。座長の分まで食べとく。ダメ行くよ座長。焼肉恐るべし。